はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、始めていきます。今回はですね、久々に手巻き屋さんから、ネットショッピングで、購入しました。こちら、まず、チェの赤と、チェのメンソール。ね。と、あとは、アメリカンスピリット系をね、ちょっと買ってみました。まだ、吸ったことないんで。アメスピの黒。ペリックですね。ペリックの、シャグ。シャグはね、まだね、アメスピのシャグはまだ吸ったことないんで、買ってみました。で、あと、その他、アメスピの、これオリジナル。うん。水色のやつですね。で、こっちが青の、これターコイズだな。アメスピのターコイズのシャグ。と、それ以外に、まだ、ペーパーでね、試してみたいペーパーがあって、買ってきたんですが、こちら、OCB のアルティメイトってやつ。アルティメイト、これが、値段130円ぐらいだかな。確かこれ50枚入り多分50枚入りで130円もする、高価なね、非常に高価な、ペーパーなんですけど、これはむちゃくちゃ、世界で、最薄らしいんで、これを買ってきた上に、俺のお気に入りのスモーキングのマスターを、3つ購入してきました。うん。まあ、そんな感じですかね。よし、じゃあ、とりあえず、チェの赤と、メンソールはもう昔、吸ったことあるんで、これはもう、後でいい。で、じゃあ、こっち行くか。アメスピの、これオリジナル。その前にこのチェの、シャグからちょっとペーパーだけ拝借して、ペーパーだけこれ拝借してですね。よし。これね、やっぱね、チェはね、めちゃくちゃコスパがいい。とにかく。うん。普通にこのペーパーを買うと100円しますからね。うん。だからそれがついてきて、値段上がって580円か。まあ若干、2、30円上がりましたけどね。まあ、いいでしょう。アメリカンスピリットの、オリジナルブレンド。40g 入りで、巻き紙が50枚入りとなってますが、値段が1200円ぐらいだな。で、この巻き紙がですね、ここに付属しているこの巻き紙ペーパーがですね、でかいんですよ。普通のに比べると、ほら、普通のに比べると若干でかいんですよ。うん。なんで、おそらく俺、ペーパー多分使えないんだよ。そっか。これ、あれだ。加湿しないとダメだ。ちょっと加湿します。はい、ということでですね、こちら加湿、終わりました。まあ大体ね、まあ24時間ぐらい加湿しましたんで、吸っていきたいと思います。ペーパーは、こちら、レーベルの、なんだっけ。あれの付属ペーパーね。チェの付属ペーパー。で、あとは、フィルターは、こちら、細めのフィルター、ピュアフィルターです。刻みがね、すごい粗いですね。うん。すごい、粗いです。これ、すっごい。刻みが。うん。なんか昔、ハムスター飼ってた時の、床材みたいな感じの、ね、見た目です。よしと。それでは吸っていきましょう。あ、結構重いですね。うん。結構重いです、これは。うん。重めです、これはね。こちらの、アメスピのシャグね。アメリカンスピリットのオリジナル。バージニア葉をふんだんに使用したイングリッシュブレンド。フレーバーの中心となるバージニア葉を約 94% 使用。天然の糖分を、豊富に含んだ上質なアメリカ産バージニア葉をブレンド。そして香りが高い、オリエントバーは、上質と言われるトルコ産を使用。自然な甘みと豊かな風味、タバコバー本来の味わいをお楽しみいただけますと書いてあります。うん。確かに、なんか甘みっていうか、砂糖とかのその甘みではないんだけど、あるね。チェのシャグヨカ、美味しいです。チェの赤より、なんか、美味しいな。なんか丸みを感じるね。うん。結構マイルドな。うん。感じ。なんだけど、若干重いです。味としては。うん。なんか、でもそんなに吸いづらくもないですよね。うん。自分で言っててなんですけど、重いかどうかって、難しい。いや、これ重くないんじゃない？普通なんかな。それよりか軽いんかな。チェヨカは重いとは思うんですけど、難しいな。まあ、少なくとも加湿してあるんで、加湿したんで、乾燥してるよかは多分、辛くなくてマイルドなはずなんですよ。うん。美味しいですね。全然、辛みとか全然なくて、吸いやすいけど、そこまで軽くなくて、甘みも感じます。うん。背だと、そんな甘み感じないですよ。うん。間違いなく。さっき重いって言ってましたけど、普通に軽いのかもわからない。うん、自分で言ってて、ね、よくわかんないですね。まあでも、あれでしょ、ドラムのオリジナルに比べれば全然軽いと思いますね。うん。非常に吸いやすくて、美味しい。うん。やっぱ着工系とかじゃないんで、無添加系はね、本当にね、吸ってて全然飽きないですよね、これがね。ほんのりやっぱ甘いんですよ。ほんのりっていうか、結構甘いんですよね、これ。うん。結構甘みを感じるんだ。うん。雑味が全く感じない。あれやな。紙巻きのアメスピのオリジナルよりかは、絶対こっちの方がうまいっすね。間違いなく。やっぱあれなんかな。紙巻きの、タバコの方は、加湿しないじゃないですか。加湿自体しないんで、そのせいなのかな。はるかに、マイルド、スイート&マイルドみたいな。うん。値段高いだけあるな、これな。値段高いだけあると思うわ、確かに。うん、値段1200円で、まあ、グラム単価としても結構高いんで、アメスピは。全然、雑味が全くないですね。なんかもう、喉のあたりから、スーッと出てくる感じ。これはうまいわ。まあ、これはうまいはうまいんだけど、まあ値段的にね、まあやっぱ若干高いじゃないですか。で、まあ、ペーパーも、なんだ、普通のサイズじゃないんで、長いサイズだから、まあ、使うとしたら、カッターとか、まあ、ハサミとかで、ちょっと切らないとダメなんで。まあでもそれしょうがないですね。うん。でもペーパー自体は、多分いいペーパー使ってるんじゃないか。ペーパースローバーニングじゃない。若干スローバーニングですね。うん。チェの、巻き紙よかははるかに熱いです。こっちの方が。ただ若干透けてるんで、うん、まあ普通の紙よかは、薄いです、これは。うん。まあこれは4つ星。ご視聴ありがとうございました。